のビルシャナ仏バイローチャナは、インドを起源とするアスラ神族の王の名で、日本名をビルシャナ仏、あるいは略してルシャナ仏とも言う。ケゴン教の教主であり、いわゆる奈良の大仏様は、東仏の像である。また、密教の五部族の仏陀における主尊である、大日如来も表し、特にマハーバイローチャナとマハーがついた場合は、この意味に限定される。 ビローチャナといった場合は、チャンドギア・ウパニシャット第8章に登場するアシュラオで、アシュラオ・バイローチャナの父となる。渡辺昌光は、漢訳のロトナシは、バイラカーナの子すなわち、バイラチャナというパトラニミックである。例えばマハブダーラ対一によると、アスラ・バイラカーナは、プロラーダの長子で弟に、カンバとニカマとがいて、 そのバイラカーナの子がバイラチャナでその名をバリと呼ばれこのバリはヒンディイズムの民間信仰にもよく知られている。上記の雑話、別役雑話においてバーチ、抜けると記されているのはこのバリでありバーチ、バツモチは他の経典にもアシュラ王の名として記されているからバイラチャナイコールバリと見てよい。渡辺商工バイラカーナとバイラチャナ研究助説 渡辺昇高仏教学論集地区書房防1982年、ピアニッシも408から409と述べている。宮坂優勝は、アスラとしてのバイラカーナ及びアスラのこのバイラチャナは、すれ、社の敵対者として、マハヤバーラタには7回登場する。宮坂優勝、アスラから、ビルシャナ仏へ、密教文化1960、1960年、P15。 と述べている。ビローチャなバイローチャな襲名という意味プラフラーダ、のことクンバのことニクンバの言葉りとは、マハーバリーのことである。ありがとうございます。